はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。ベクターです。さあ本日なんですが、皆さんはカオスナンバーズ104、マスカレードマジシャン、アンブラルというモンスターはご存知でしょうか。このぶっ壊れモンスターをね、今回は活躍させたくてデッキを組んでまいりました。これ何するかっていうと、まあ、めちゃくちゃ出しにくかったんですけども、今までは。これね、効果使うのにそもそもシャイニングっていう、この下敷きを素材にしないと効果発動できなくて、で、シャイニングってやつが何かっていうと、このこいつなんですよ。で、これレベル 4×3 っていう、なんかすげえ重い条件で出さないといけなくて、しかもこいつにランクアップマジックを打つっていう、なんか結構重かったんですよね。出しにくさが結構大変で。これがね、今回の新規カード、ネフィル・アサイラムヘッドナイトとカオスナイトの、おかげで、なんかオーバーハンドルトランパーズが、なんかレベル5、2体並べるだけで、簡単に出るようになったんですよ。これやばくて、まあ、ヘッドナイトは、オーバーハンドトランバーズをエクストラデッキから素材に、できるよっていう効果があって、でこの上に重ねて出せる、カオスナイトっていうやつがこの上にさらにカオスナン、オーバーハンドトランバーズを出せるよっていう効果があるんで、だから要するにその下敷きを用意しつつ上に、重ねる上物も用意できるみたいな感じなんですよ、このギミックを使うと。でこいつの効果はじゃあ何なのかと、これね読んでいただければめっちゃ強いことがわかります。はい、今までは出しにくかったから許されていたみたいなところがあります、ね。こいつはね。まず特殊法に成功したら、マジックトラップカード破壊できるっていう効果と、2番目、シャイニングを素材にしている場合、一旦一度、相手のフィールドのモンスターの効果を、まず発動無効にしますと。発動無効にして、その後、相手の手札をランダムに1枚半ですし、さらに、その後、相手のライフを半分にできる。つまり、モンスター効果無効、半です。ライフ半分、これが全部ついてるんですよ。頭おかしいでしょあまりに強いですよ、これ。このモンスターを今回は、使っていこうというふうに思ってますね。で、これが、レベル5、2体並べれば出るんで、まあ、今回は一応サメちゃんの効果使ってますけど、なんでもいいです、正直。レベル5、2体並べられれば別になんでもいいです、ギミックは。一応、他にもね、エクシーズできて、ヘッドライトを使えて強いデッキ、何かなってなったら、まあ一応サメなので、まあサメ使ってますけど、別にレベル5みたいな並べられるギミックであれば何でもいい。で、このデッキの注意しなきゃいけないところは、オーバーハンドレッドナンバーズ何でも出せるんだけど、オーバーハンドレッドナンバーズをエクストラデッキに入れないといけないんで、結構ね、枠圧迫するんですね。エクストラデッキの。なんで、全部を入れるとかいうことはできません。一応僕も、いろいろやってみたんですけど、ちょっと、さすがに全部入れるのは無理だから、まあ、好きなモンスター2組くらいまでやったら入れられるかなと思ってるんで、まあ、例えばネオタキオンとかね、もう出せますし、まあ、今回一応、もう一種類入ってるのは、ダークナイトなんですけど、ダークナイトとかも出せますし、もう何でも出せるんで、ジャイアントハンドレットとかも出せますし、もうなんか、好きなオーバーハンドレットナンバーズを入れて、ぜひ、回してみていただきたい、というふうに思ってますね。はい。で、展開する時の注意点は、基本的には、まあ、サメエクシーズの動きしていくんで、まあ、難しくないんですけど、レベル4みたいな並べるか、レベル5みたいな並べるかんで、アビスシャークを使った時だけは、水属性の縛りがついちゃうんですよ。エクシーズ召喚する場合。なので、アビスシャークを使うときはアンブラルが出ないっていうことだけ覚えておいていただければ大丈夫です。あとはもうなんか、こいつ使わなければ適当に、なんかランタンカッターとかからレベル5並べてもいいですし、なんかデッドリーフとか絡めて、なんか、ランタンデッドリーフクリスタルみたいなことで、レベル5みたいな並べてもいいですし、まあ、いろいろできるんで、まあ、ここはなんかご自由って感じですね。で、今回は、アンブラル以外のところで、セブンスワン採用してましてね、まあ、オーバーハンドルトランバーズってきたんで、セブンスワンこれ何かっていうと、ナンバーズ、オーバーハンドルナンバーズを出せるんだけど、その代わりドローフェイズ時にこいつをドローしなきゃいけないっていう、今まで結構大変な効果をしていたんですが、これがね、サポートできるね、このね、セブンスアセンションっていうカードがね、追加されまして、これ、デッキから、セブンス、か、またバリアンズかランクアップマジック速攻魔法を手札に加えて、で、さらにエクストラデッキから出てきてるモンスターが相手のフィールド上にいれば、これ除外するとランクアップマジックコピーできるって書いてあるんですよ。だから、セブンスアセンション効果使って、ランクアップマジックセブンスワン持ってきて、即座に墓地からこのカード除外すると、セブンスワンの効果コピーして、セブンスワン打てます。なので、いきなりダークナイトとか出せます。はい。これ素晴らしいですね。あと、アンブラルも出せます。いきなり。素晴らしいですね。まあ、こういうギミックを今回は採用してまして、サメエクシーズしながら、オーバーハンドルナンバーズを出していくと。で、さらに、おまけで未来利用も出るんで、まあ、実質、ベクターとユーマくんが、まあ、手を組んだみたいな、もう原作ではありえなかった展開をね、今回はちょっと皆さんにもお見せしていこうと思うんで、早速ね、このアンブラルの強さを見ていきましょう。デュエル、スタンバイ。いや、ハンドは割と悪くないぞ。ハンドは悪くねえ。強欲で貪欲な壺を発動。強欲で貪欲な壺の効果によりカードを2枚ドローするぞ。
お、なんもなそうだな相手。おっと、うつ式展開できるか。ワンフォーワン、なるほど、ワンフォーワン、ワンフォーワン結構でかいな。ワンフォーワン発動効果カッターシャークで、ブリンセス、効果、ランタンかな、デッドリーフか、これデッドリーフ、クリスタル落としか、デッドリーフだな、デッドリーフ特殊効果発動、デッドリーフでクリスタルシャーク墓地、あぶねえ2枚落ちた、でカッターシャーク召喚効果発動、カッターシャークの効果によりフィールドの宝塚モンスター相手対象に取り、このモンスターと同じレベルの宝塚モンスターを特殊召喚できる、これによってランタンシャークをデッキから特殊召喚、そしてレベル4のモンスターに対してオーバーレイエクシーズ召喚、吠えろ未知な轟、深淵の闇より姿を現せ、バームトシャーク効果発動、バームトシャークの効果によりオーバーレイントを1つ使い、エクストラデッキよりランク3以下の水属性を出せる、現れよリバリアンシャーク、そしてリバリアンシャーク1体でオーバーレイネットワークを再構築、エクシーズ召喚フルアーマードブラックレイランサー、そしてブラックレイランサーとバームドシャークでオーバーレイ、エクシーズ召喚、召喚条件は同じランクのナンバーズ以外のモンスター現れよ未来オーホープからのリバリアンシャークの効果も発動しなくていいな、そしてフューチャーナンバーゼロ未来竜王ホープを未来王ホープの目重ねてエクシーズ召喚、かっけー、そして自分の墓地のクリスタルシャークの効果を発動、このモンスターの効果によりカッターシャークを対象に処理、カッターシャークの攻撃力を半分にして自身を特殊召喚、そしてカッターシャークは水属性モンスターのエクシーズサイトする場合レベルを5として扱うこともできる、現れよネフィルアサイラムヘッドライト、そしてヘッドライトの効果を発動、オーバーレイのヒットを2つ使い、素材にナンバーズ104シャイニングを加える、いいえ、そしてネフィルアサイラムヘッドライト1体でオーバーレイネットワークを再構築、カオスエクシーズチェンジ、現れよカオスエクシーズネフィルアサイラムカオスライト効果発動、現れろカオスナンバーズ104混沌より生まれしバリアの力が光を覆うとき大いなる闇が舞い踊る、現れよマスカレードマジシャンアンブラル、うわ出たベクターさんの大エースだ、1枚どうしよう、デッドリーフの効果、墓地の魚塚モンスターをデッキに戻しながらカードを1枚ドローする、まあこの辺戻しよっか、ユーマとベクターの共闘とかいう原作では絶対にありえなかった展開が起きております、絶対にありえなかった展開が絶対にありえなかったことが起きております、今見てくださいこの盤面あの原作ではねユーマくんがなんかあのシンゲスさんになんちゃってとか言われてねめちゃくちゃに裏切られてましたけども、まさかここが共闘するとは誰が想像したでしょうか、いやすごい盤面だこれ、シャークがあゼアルフィールド、やばやべ、これロングミアンド来る、これシャークさんの力借りてさあ、そっちか、なるほどアストラホープ、あーオッケーオッケーオッケー、なるほど、まあ、ちょっと一旦ゾウジー投げるわ、ゾウジー投げたいんだけど何かありますか、裏のはありませんか、ないですね、なるほどオッケー、シャークさんの力を借りてベクターとユーマが仲良くなった世界戦ですねこれはそんな世界線嫌だけどな、そんな世界線は嫌だ、そしてマスカルドマジシャンアンブラルの恐るべき効果発動、オーバーリフトを1つ使い相手が発動した効果を無効にし手札を1枚ランダムで半ですし、さらにライフを半分にする、つえつえちょっとやばすぎる、この効果強すぎでしょ、半ですライフ半分効果無効ってやってることおかしいだろ、やばすぎる、死者蘇生ダニ、いや、すごくないですかこの効果、やりすぎでしょっていう、
出せたらマジ強かったんですけどね、今までもアンブラルって。いや出せたら強かったモンスターって、出せないから弱かったんですけど、これ出しやすくなったんでめちゃくちゃレベル52体だあの並んだら出ますからね。こいつバリ強いんですよマジで。レベル4 2体どこでもいいよそんなもの。あフォアアップ、なるほどなるほどなるほど、ユーマ君だったか。こちらはベクターです。はい、これはまあ原作対決といっても過言ではありませんね。これもしかしてあれですかね、これ大正義でぶん殴られます、これ大正義でぶん殴られるやつこれ。やべちょっと待って、ユーマやべえの友達だろ、友達だろ、おいお前俺友達だろ、おいやめろって、うわアンブラル逃げろ、アンブラル、うわあいけいって、いった、お前よくもやってくれたな、そがよ、ナッシュ、ナッシュが駆けつけてくれて、ナッシュの力でお前のモンスター背負ってるからな。よし飛んでない、飛んでないぞ、セブンスはまだある、セブンスアセンションを発動、デッキからセブンスマジックカードを1枚を手札に加えるかデッキトップに置く、もちろん手札に加えていく、そしてエクストラデッキから出てきているモンスターが相手のフィールド上にいる場合、セブンスアセンション墓地から除外し、自分の手札のランクアップマジックを墓地に送り、このカードの効果をコピーする。現れろカオスナンバーズ101、満たされぬ魂の守護者よ、暗黒の騎士となって光を砕け、エクシス召喚、現れよサイレントの夏ダークナイト、サイレントの夏ダークナイトの効果発動、ダークソウルロバーツ、おーつえつえバトルしたら殴ってる勝ちか。これユーマお前とは友達と言ったな、なんちゃって嘘でしたお前なんて友達もなんでもないんだよバカだれかい。いやーハンド強かったけど先行欲しかった人生だなこれ。バリアンズカオスドローとかいうカードマジでゴミなんだよな、引くとマジゴミなんですよねこのカード。アルミラージ、はい、なるほど、あー鉄獣か、オッケー、きっとウララじゃね、きっとはさすがにウララ、さすがにここはアドバンテージ稼がれすぎるので一回うららぶっかましてキット向こう、はい、動き止まってくれて嬉しいな、ゴードンか、なるほど、オッケー、もう妨害ないんで好きに動いてください。いやこっから貫通されたらさすがに厳しい、あオッケー了解、止まっていただけてありがとうございます、ありがとうございます。クリスタシャークオッケー、あーこれ結構強いねこれ、貫通できそうな気がするな、ランタンシャーク召喚効果発動、ランタンシャークの効果によって、手札からデッドリーフを特殊召喚、デッドリーフの効果増、デッドリーフの効果によりデッキから魚族モンスター1体を特殊墓地を送る、あるいはオッケー、まあ、全然そこはもう全然いいや、全く問題ない、1ミリたりとも関係ない。いやこれアンブラル出しに行く方がいいか、水属性縛りつかないからいけるな。クリスタルシャークの効果を発動、クリスタルシャークの効果によりデッドリーフを対象に取り自身を特殊召喚しながらデッドリーフを半分にする、そしてサイレントアングラーを特殊召喚、サイレントアングラーは手札から水属性から特殊召喚できる、これ以降手札からモンスターを特殊召喚することはできない、そしてレベル4のモンスターに対してオーバーレイネットワークを構築、エクシス召喚、現れよ未知な轟き、バームドシャーク、バームドシャークのオーバーレイユニットを1つ使い効果発動、デッキからランク3以下の水属性モンスターを特殊召喚、さあ持ち帰りが出てくるかもしれないぞ、止めた方がいいんじゃないか、止めない、なるほど止めねえのか、なるほど、まあ、ちなみに持ち帰る入ってないんですけどね、まあ、正確に言うとエクストラデッキ足んなくて入れられないっていうあらあれよ、フルアーマードブラックレイダンサー、未来竜王、あのクセカードなんだろうな、これ殴るか FA で、これ FA で一回殴るのあれだな、これちょっとさ未来リーグ出すよりもさ一回 FA 殴ってマジックトラップカード破壊しにいっていいか、ちょっと今バトルしましょう、バトルでサラマングレード殴りたいとか何かあります、なんか一生光ってんだよねこのトラップで、効果発動、
山、ま、なんだろうな、あ、無限応用か、なるほど。あ、これバハマトシャークに使わないの、バハシャに使わなかったら持ち出てくるっていうめちゃくちゃな恨みあるけどね。一応出てきてから持ちに使おうみたいなことなのかな。まあ、とりあえずちょっと一回バハムトシャークとフルアーマードブラックレイランサーでオーバーレイエクシーズ召喚現れよ。フューチャーナンバーゼロライオーホップ、そして、リバリアンシャークの効果を発動。リバリアンシャークの方によりデッキトップにセブンスマンを仕込むことができるぜ。よし、そして、未来竜王ホープを特殊召喚。さらにランタンシャークは水属性モンスターの素材にする場合レベルを5として扱うこともできる。現れよネフィルアサイラムヘッドライト、そしてネフィルアサイラムヘッドライト1体、あー、まあじゃあ効果発動、ネフィルアサイラムヘッドライトの効果発動しオーバーレイントを2つ使い、エクストラデッキよりシャイニングを仕込むぜ。ほい、そしてエクシーズ作用追加しない。さらにネフィルアサイラムヘッドライトでオーバーレイントが再構築、カオスエクシーズチェンジ、現れよネフィルアサイラムカオスナイトの効果を発動。現れろカオスナンバーズ104、混沌より生まれしバリアの力が光を追うとき大いなる闇が舞い踊る。エクシーズ召喚マスカレードマジシャンアンブラル出たー出たー、デッドリーフが発動したのか、あ、これ先発動しちゃったな、デッドリーフ。まあいいや、セブンスマン仕込んだからちょっと引いちゃうとちょっと やばいので。ちなみに次のデッキトップはセブンスマンが確定しているぜ。なに、フラクトール、あー、まあフラクトールはいいか、別に出てきたモンスターの方が無効にしたらいいからな。フラクトールは別に、ナーベロン別にいいわ、あー、いくらでも墓地をくれ、いいだろ、ナーベロンもいい、出てきたモンスターの方が無効にしてる。で、テラス OK、 テラスもいい、もうどうでもいい、ナーベル召喚もいい、 OK、 コスト払い、さあ、墓地のカード紹介しろ。はい、オッケー、ここだ、カオスナンバーズ104、マスカレードマジシャン、アンブラルの効果を発動、相手が発動した効果を無効にし、手札を一枚墓地を送り、ライフを半分にしてる、くらえ、ダークブランダー、うおー、すぅ、十二支クックル、いいだろ、ああ、なに、テラス、まあいいだろう、出てきてから向こうにすればいいか、あ、許してやるよ、出させてやるよ、 OK、 いいだろう、ああ、コスト払え、コスト払えなんかエレイ一平カード除外してっけどよ、おめえの効果は無効なんだよ。ミラリーユホープの効果発動、オーバーレイの人を一つ使い、相手の発動した効果を無効にし、フィールドで発動した効果を無効にした場合そのモンスターのコントロールを得ることができる。はい、最強アンブラルバッチ強いわ。あー、ハンド悪くないね。ゾウジーちょっと重いので一回先打ちかな。強欲で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 強欲なツボ発動。あー、まあ誘発なさそうな気がするな。うららはないし、増字もなさそうだね、これね。ワンフォーワン先発動していくか。ワンフォーワン発動。ワンフォーワン効果。プリンセス墓地送って。あ、プリンセスじゃなくて、今クリスタルじゃなくてよかったな。まあ、いいや。プリンセス特殊。効果発動。プリンセスを除外して。あー、なんかなんもねえな、相手。なるほど。じゃあランタンか。ランタンシャーク特殊召喚。効果発動。ランタンシャーク効果。デッドリーフ特殊召喚。効果。カッターにアクセスができないから。クリスタル送るしかねえか。クリスタル送る。いや、マジこれプリンセス捨てるのミスったら、まあいいや。アビスシャーク水属性しか出せないが、さすがに2体出した方が強いですね。これネフィルステルスクラーゲンにしますか。レベル4のモンスターが2体でオーバーレイエクシーズ召喚、あれあれよ、ステルスクラーゲン、そしてアビスシャークの効果を発動。アビスシャークの効果により、あ、んこれもう1体増える、カッター持ってきたな、
もう一体増えるか、もう一体増えそうだな。特殊召喚して、あれ俺勝った、あーでも出すモンスターいねえか、出すモンスターいねえな出すモンスターいねえな。未来竜王はできねえし、水縛りついてるし、ステルスクラゲ1体しか入ってないし、深淵にストーンとか入ってないし、サイレントラスダークナイトダッシュのもあんま意味わかんねえもんな。いや勝った、温存でいっか。出すモンスターいねえんだよ俺、なんか出せたっけ、何も出せないですよね俺、言ってないんですよね、ちょっと枠 なさすぎまして出せるモンスター深淵にストーンとか入れてないのでこれはいや、これはエンドだな、これはエンドにして、で相手の、まあ、動き見ますか。これいや、さすがにこれカオスナイト2枚いらないかな。カオスナイト1枚、えはお前ふざけんなクラゲ先輩が同時打っとくしかないか、じゃあ同時打っとこう。クラゲ先輩が、クラゲ先輩はちなみにリリースとバウンスにめちゃくちゃ弱いです。はい、あーやばい、カード来た、やばい、ちょっと待ってそれはやばいかもしれない。え、これ何出てきます、え、何これ出てくるやつ、誰、あ、終わった終わった終わったいや、でも分かんない、まだ、あ、終わった、金で持ってたちょっと待って、無理やって、これクソすぎるだろこの戦術、いやこれクソすぎるわマジで、この戦術ゴミだわゴミ、マジでもう本当にマジモンのゴミ、あー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 あああああセブンスワン腐らせたの絶対に許せない